YKKAP プレゼンツ YKKAP プレゼンツ内田恭子の内ココ皆さんメリークリスマス。クリスマスですね。内田恭子です。今年はねクリスマスが日曜日ということで素敵なクリスマスを過ごしてもらえればなと思います。そして合間にこのラジオも聞いていただければなと思います。さて東京 FM をキーステーションに全国ネットでお送りしているこの番組内田恭子の内ココ、ラジオの中に登場する内田家が舞台になっています。ここには毎回ミュージシャンの方が遊びに来てくれて内田家ここだけの話をしてくださいます。さあクリスマスにいらっしゃるのは誰かな。緊張してますメリークリスマス。どうぞお上がりください。ありがとうございます。毎週日曜日のブランチタイムにお届けしています YKKP プレゼンツ内田恭子の内ココ、内田家ここだけの話。さあ今朝のお客様は今のでは絶対にどなたか皆さんわからないと思います。自己紹介お願いします。はい、チャゲ&アスカというグループがありましてその語りを担当しておりますアスカです。どうもアスカさん。どうもお久しぶり。ご無沙汰しております。もうだって何年ぶりとかですよね。ねえ、ね僕らのあのコンサートあの、はい、オープニングフィルムにあの私出演していただいて、させていただいてすごいねそんな嬉しい、ね、貴重なことをやらせていただいて、いやいやこちらこそ本当にありがとうございました。無理ということでメリークリスマス。メリークリスマスクリスマスですけど。ダメだこれいじられてるこれダメだ。アスカさん、はい、大丈夫ですか。クリスマスの日にすいませんね、わざわざうちにいらしていただいて。とんでもないです、はい、こんな喜びないですよ。いや光栄ですよ本当に。クリスマスはなんかさ固まってませんか。大丈夫ですか。そうそう、なんかこうクリスマスの家にお邪魔してこれなんかロンドンハウスじゃないかなと思って隠しカメラがあったりとかして。そう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 大丈夫ですよ、ラジオですから、はい、ね。どうですか、楽しいクリスマスは過ごしていらっしゃいますか。なんか最近ね、うん、クリスマスって家族となんやらしんみり、はい、恋人は恋人たち、はい、僕らのクリスマスって、うん、どんちゃん騒ぎだったのね。そうですか。そうではなかった。うちね常に家族と過ごさないといけなかったんです私。それはもうそうだから、ね、ソサエティだ。いや違うんです、だからデートとかもダメだったんです。あれ本当に家族でって言って。私はね、はい、もう夜中本当に六本木でどんちゃん騒ぎ したりとかして、楽しい。もう これがクリスマスっていう、ね、はい、クリスマス大好きだったんだけど、はい、最近はそうでもなくなってきたので、はい、ちょっとしんみりしてます。最近はちょっとしんみりとしたクリスマスを、ね、どちらかというと、うん、どうですか、こうお家にツリーとか飾ったりとか。ね、なるべくやるようにしてますでもあのクリスマスといえばですね、はい、今月7日にリリースされましたブックエンド、はい、こちら2009年に発売されたスタンダードの第2弾ということで、はい、もうこれを聞けば本当にクリスマスムードたっぷり浸れるという感じなんですけども、ではちょっとここでクリスマスムードをお届けしたいと思います。アルバムブックエンドから1曲聴いていただきましょう。曲紹介お願いします。あ、そうですか。ブックエンド2曲目に入ってます。Have yourself a merry little Christmas。 今朝はアスカさんと一緒にお届けしています内田恭子の内ココ。この時間はゲストの方の心の窓を覗く心理テストを行います。心理カウンセラーの前田恭子先生監修のシークレットウィンドウ。ちなみに私も問題の答え知らないのでアスカさんと一緒に楽しませていただきたいと思います。アスカさん、心理テスト大丈夫ですか。何それ心理テストね、なんか弱いんだよね、はい、最後に行くとあっち選んどけよかった必ず思うんで、あの3択が強いんだけど、はい、2択が弱いっていう。あ、4択ってどうですか。4択はあ、もう鼻からないです、ちなみに今回4択ですので頑張っていただきたいと思います、はい、では問題です。どんな場所に出るかわからない秘密のワープの穴が目の前にあります。そのワープを抜けたらあなたはどこに立っていたでしょうか。4択です。いいですか。 A レストラン、 B 異国の地、 C 山、 D 公園。ワープできる穴があってそこを抜けたらどこにいるでしょうか。どこにいるでしょうか。はい、
や外国かな。外国なんかどことかありました？ご自分の中で。今浮かんでるのが、はい、ベネチアが浮かんでます。わいいですね、行きたいですね。ちなみに私は A のレストランでしたね。レストラン、なんかこう分からないですけどイメージとしてそのワープを抜けたら、はい、いやなんかこう人がたくさんいてガヤガヤガチャガチャってしてる場所にいるみたい。でそのワープって自分だけのものにしたいよね。そうですよね、人に取られたくないよね。取られたくないですね、誰にも教えたくないかもしれない。そう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 。さあアスカさん、はい、これで何が分かるかというと、うん、あなたがどんな時どんなことに一番幸せを感じるのか分かります。はい、ちょっとじゃあ順番として A のレストランを選んだ私からいきたいと思います。はい、私は交友関係に幸せの価値を見出している。まあなぜかというとレストランは人間関係を広めたり親友との絆を深めたいという気持ちを表しています。あなたはいろいろな人と知り合って関係の輪を広がったり仲良しの仲間と楽しく過ごす時間に幸せの価値を見出しているでしょう。幸せじゃないですか。珍しく合ってます。それって、はい、最初に読んでたからこれ選んだとかそういうことじゃない。読んでないし今こう渡されるの見てたじゃないですか。あまりに良すぎるでしょそれ。今渡されるの見てたじゃないですか。合ってますよ。そうです。確かに一番大好きな時間ですね。いやもう素敵なことだと思います。さあ飛鳥さん、はい、ドキドキしてますね。異国の地を選んだ皆さん、そして飛鳥さんは新しい想像力を発揮することに幸せの価値を見出している。異国の地は新しいことにチャレンジすることを象徴しています。あなたは自分のイマジネーションやオリジナルのアイディアを形にして新しい想像に挑んでいくことに幸せの価値を見出しているでしょう。素敵ですね。今急にインドが浮かびました。あ、いきなりインドに行きました。ベネチアからインドに行ってしまいましたね。インドに行っちゃいましたね。でもやっぱり合ってますか、こうアーティストとしていろんなものをこう作り上げていくとか生み出すってことに。やっぱりね同じことができないよね。うん、というのは、うん、決まり事っていうか自分の中でねもう2回目3回目でも飽きてしまってて。はい、うん、だから楽曲を作る意味では楽曲ってある意味アドリブの連続でしょ、はい、作る時って、はい、そのアドリブからいいフレーズをガッと自分に響いたものをつなげていく作業でしょ、はい、だからものを作るっていうことの喜びっていうのは、うん、なんだろう自分の中の羅列であり、で今度それが私になった時に初めて、うん、世の中の人に堂々と言えるんですけど、はい、それまではもう宿泊しながらやってるだけ。そうなんですよ、うん、ちなみに曲を作り上げた時にこのできたっていうねそれこそ幸せとか、うん、やったっていう達成感っていうのはどの段階でやっていくんですか。例えば自分の中で作っていて、うん、それをまだみんなに公表する前にそこで感じるのか、うん、レコーディングをしてる時なのか、それを世の中の人々が聴いてる時なのか、うん、どういったの時点なんですか。それともそれってずっと続くわけなんですか。レコーディングの最後のミックスじゃなくてラフミックス、はい、ができた時点でかなりそれは達成されてるかな。そうなんです ね、 ね、もう歌も入れてるということだし、うん、ということは歌詞も上がってるということですからね。そういうことです ね、 ね、はいはい、その時点でそういったことがやってくると、はい、そういうことなんですね。ちなみにですねこの心理テスト、山を選んだ人は困難を乗り越えた時に幸せの価値を見出している。そして公園を選んだ方はリラックスしている時間に幸せの価値を見出している。あ、どれもいいですね。なんか今回どれも良かったです ね、 ね、うん。さあ、この心理テストの問題と詳しい解説は番組ホームページで紹介しています。ぜひ皆さんも遊んでみてください。内田恭子のちここ、今朝は飛鳥さんを迎えしています。さあ今回のアルバムブックエンドはカバー曲以外にもオリジナルの曲も収録されていますが、はい、これはカバーとオリジナル両方入れようと思ったのはどうしてなんですか。ちょっと久々オリジナルっていうのが時間も空いてたし、今回 の、 アルバムをきっかけに一曲放り込んでみようかなと思ったのが、はい、第一の理由ですね、はい、うん、そうですね。これはどんな時に聴いてもらいたいとか、どんなシチュエーションでおすすめでとかありますか。とりあえずクリスマスアルバムって銘打ってますからね、クリスマスなんでしょうけど、でもクリスマスアルバムに入っててもそう聞こえてしまう楽曲を選んでるつもりなので、はい、まあそんなこと言わず1年通して聴いてくださいと。そうですね、
ね、いいですよね。で、来年は年明け早々日本武道館コンサートが決まってますよね。1月21日と22日の2日間なんですが、これはどんなステージになりそうですか？さあ、え、これはどうなるんだろう。どうなるんでしょう。前回もやってるのね、昭和が見てたクリスマスっていうのは、はい、で今回ミスルのビックリマークがついてるんですけどね、まあまあ年を越してしまったので、はい、まあでもクリスマスって夏にやってもいいなと思ったりするので、でもなんかこう外国だと1月いっぱいはまだクリスマスムード引きずってたりしますもん ね。そういった意味でやっぱりこうクリスマスと冬っていうのが多分離れられないものだと思うので、ね、1月入ってもそのムードたっぷり味わえてもいいんじゃないかなと思いますよね。フォローありがとうございます。いや本当に思うんです。私ね、あのアメリカにずっと住んでたんで、それがすごい楽しかったんですよ。ドイツじゃないの？ドイツとシカゴにも住んでたんですよ。詳しいでしょ。すごい詳しい。すごいでもすごい嬉しいです。反対に嬉しいんですけど、で日本はなんかあの瞬間寂しいんですよ。12月31日が終わった瞬間に門松に変わってるのが、お正月はお正月で好きなんですけど、もうかけらもなくなっちゃいますもんね、クリスマスの、ね、うん、それわかります、うん、だからこういうのがあると嬉しいです。あ、まだ感じてていいんだなって。フォローありがとうございます。何言ってもフォローに聞こえちゃいますねこれね。そんなわけで飛鳥さん、はい、あの来週また来てくださるということで、もうぜひぜひいっぱいまだまだいろんなお話聞かせていただきたいと思います。それでは今週最後の曲紹介をお願いいたします。はい、アルバム最後に、収録されてます。グッドナイト。今日のゲストは飛鳥さんでした。どうもありがとうございました。東京 FM をキーステーションに全国ネットでお送りしてきました YKKP プレゼンツ内田恭子のうちここ内田恵子だけの話。飛鳥さんお帰りになりました。窓からお見送りしてみましょう。飛鳥さん、どうもメリークリスマス。メリークリスマス。今日は楽しかったです。また来週お会いしましょう。さあ飛鳥さん、あの本当にお会いするのが久しぶりで、下手したら10年近くぶりだったと思うんですけど、非常にね、なんかこうあったかい方ですよね。なんか時が経ってもそれが変わらないというか、本当にクリスマスにぴったりのゲストでした。内田恭子のうちここ、そろそろお別れですが、番組ホームページもチェックしてくださいね。アドレスは tfm.co.jp/ここ、 tfm.co.jp/koko。 ホームページでは1名の方に飛鳥さんと私のサインが入ったポスターを、10名の方に番組オリジナルのファスナーをモチーフにした携帯ストラップをプレゼントしています。メッセージや番組の感想と一緒にご応募くださいね。では来年は1月1日午前10時30分にお会いしましょう。2012年ですね。それでは皆さん、また内田恭子でした。 YKKAP プレゼンツ内田恭子のうちここ、この番組は YKKAP の提供でお送りしました。